同じご飯お皿に入れられても食べたくないもん。見て見てこの眼差しわかるでしょ。そろそろ食べたい違うご飯。そしたらそれを見たあげ、僕が動く有能の扉を開け取り出した。両手に抱えられたその姿、俺は神々しい観音様。おー神よー、はよわらわたちのお皿にお乗せくださいませ。おー来たぞ来たぞ新しいご飯。お皿に散らかした時のお皿に、おーカツオのフレーバーも最高だ。いざ実食、風味と食感新しい、のどごし最高おいしいな。ガツガツいけちゃう思考性、あっという間にご完食。どうしたの？おうおう大丈夫。おうおう嘘でしょ。おうおう、申し訳ない気持ちと一緒に溢れ出す。僕らはハードルと見立ててジャンプして越える。あいつはその後さざっとティッシュで回収。毎日毎日お留守番、お腹が鳴ってもご飯がないもん。早くお家に帰ってきて、お腹と背中がくっついちゃう。どうしたら玄関の扉が開き、急いでこっちにやってきた。ご飯を抱いているその姿は、それは愛満ち溢れたマリア様。おー神よー、はよわらわたちのお皿にお注ぎくださいませ。おー来たぞ来たぞ待ってました。まるで10年ぶりの再会。あーらいやだ、以前よりもお美しくなりましたね。いざ実食、お顔を近づけただけでまだ食べてないのに美味しいで、食べたらほっぺが押してくらっか、あっという間にご完食。あうあう、どうしたの？あうあう大丈夫。あうあう嘘でしょ。あうあう気にしたらまたお腹が空いてきた。もう二度と絶対やらない、眼差しを送る。今度は食べた後にお水で流し込む。安静にするために登った3階頂上キャストタワーで、水分たっぷり、僕らの背中を優しく撫でてくれた。